ただいまより K1 クルーザー級ワンマッチを行います。青コーナー182センチ、 89.3キログラム、 日本パワーオブドリーム、星龍之介。クルーザー級のホープ、表情は変わりません、星龍之介。赤コーナー186センチ、 89.2キログラム、 フィリピンチーム AJ、 アキラ・ジュニア。ザ・ターミネータークルーザーの頂点へ、アキラ・ジュニア。ジャッジ水谷義久、三浦哲、梅木義典、レフリー西村博史。ケーゼレッサ6第2部オープニングマッチ第9試合の時を迎えます。 K1 クルーザー級3分3ラウンド延長1ラウンド、 K1 の祭典、重量級の世界がこの時間にやってきます。赤アキラジュニア、青星龍之介。現チャンピオンは品刈り。ラウンド1、さあ第1ラウンドのゴンが鳴ります。星龍之介は3戦全勝でこの舞台を迎えることになりました。それでは放送席ご紹介しておきます。佐藤義弘さん、そして鬼越トマホークのお二人、そして K1 公認サポーターの古畑聖夏さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況は田中大輝でお伝えします。さあ佐藤さん、始まりましたね第2部。そうですね、もう第2部の第1試合目が重量級ですから、もうこのみんな期待してるでしょうね、 KO。 そうですね。そして公式サポーターの古畑さん、はい、この K1 の世界観、雰囲気いかがでしょうか。いや、もうあの今もう試合が目の前で始まっているんですけど、なんかもう言葉がもう出ない、このなんていうんですかね、あの熱気がもうすごくて、あの緊張してます。独特の緊張がありますね、さあそして鬼越トマホークのお二人、よろしくお願いします。お願いします。さあまずは金ちゃん、この空気感を教えてください。いかがでしょうか。いや、ちょっとあの本当にすごいです、ね、近くで見たんですが、本当体が、はい、非常にそう、あのもう筋肉隆々で、ちょっと気迫が伝わってくる感じで、はい、ちょっとこちらも緊張してます、はい。酒井さんは待望のリングに上がりましたが、いかがでした。いや、ちょっと緊張感ありましたけど、やっぱりあのクルーザー級、最近ねあのラテスク選手とかもあの出てきたんで盛り上がってますんでね、注目ですね。そうですね、クルーザー級のホープ星龍之介。佐藤さんはどんなファイターと見ていますか。もうあのこの空手でしたっけ、あのデビュー戦で、はい、その K1 のルイ選手に KO 勝ちをしていて、あのもう本当鮮烈なデビューを飾ったんで、星選手は、はい、すごいなと思って。もう明選手も30過ぎてからね、 K1 の舞台 で、大活躍してますから、この本当に、面白いですよこの一戦は。鉛のような緊張感があります、はい、重量級の世界です。両者ともにローを狙いながらというここまで。技術的な緻密さで言えば星龍之介選手の方が上だと思うんですけど、そうですか。アキラ選手はそれを上回るこのラフ荒っぽい中にもなんかこのリーチを生かした、はい、あの攻撃があるので、どう噛み合っていくかね、右左を得た極真ルーツの星龍之介、プロ4戦目を迎えます。一方アキラジュニアはプロ25戦目、関西を視点上に戦ってきました。左2つ星、この距離感は佐藤さんどうご覧になってますか。今のこの距離は、アキラ選手の蹴りの距離、はい、ね、でもまだそのお互いそこまで圧力かけ合ってないんで、まあ、どういう風でも距離は変えられますね。まだ高橋さん、ここまで両者どういう風な印象ですか。まだちょっと動きはないですけど、やっぱり両者狙ってますよね。アキラジュニアは3度目の K1 参戦になりました。前線は大阪での K1 2戦目でした。右を入れた、20秒切ります。おー、あっと揺れた、さらしに行く、まだ時間はあります、15秒ある。あー、打ち返した、ジュニア猛戦、リング中央、星が上がる、最後はラッシュ対決になっていった、星が攻めていく、アキラジュニアは負けていない、握力ある展開になりました。第1ラウンド終了間際、素晴らしい打ち合いでした。いや、古田さん、最後の打ち合いいかがでした。いや、もうね、こっちもこう力が入っちゃうような試合で、あのもう男同士の戦いでめちゃくちゃかっこいいです。
いや金ちゃん、はい、この重量級の迫力改めてどう感じていらっしゃいますか。やっぱクルーザー級ということは一発一発重いんで、なんかもうね、一発で決まるんじゃないかってこの緊張感がまたリングサイドまですごいひしひしと伝わってきて、興奮しますね。はい、高井さん、一瞬アキラがアキラジュニアが揺れたようにも感じました。はいはい、でもやり返しましたよね。そうですね、はい、結構両者もう聞いて2ラウンドがかなり楽しみな1ラウンドの終盤でしたね。一発当たれば即試合終了というこの階級です。やはりテクニックとしては佐藤さん、星はかなりテクニック持ってますかね。そうですね、テクニック的には星の方が上ですね。さあ、現チャンピオンクルーザートップに君臨しているシナ・カリビアンがリングサイドで熱戦を送ります。さあ、第2ラウンドのゴングが鳴りました。左拳をポンと合わせてスタート。 K1 クルーザー級3分3ラウンド延長1ラウンド、その2ラウンド目後半は両者ともにラッシュがありました。少し距離を測りながらという第1ラウンドの序盤でした。パワーオブドリーム古川会長と二人三脚の星龍之介、年間最大ビッグイベント祭典ケイズフェスタ登場、各階級のスターが登場してくるこの舞台、それに負けないパフォーマンスを出しますと強気に語っていました。重量級をとにかく盛り上げる、クルーザー級一人一人を倒していって駆け上がってくるというふうに話すのがアキラジュニアです。アキラ選手はこういうコンパスの長い技で展開していこうかなという作戦なので、長い、はい、あのジャブ前蹴りですね、はい、この星選手はこのインサイドワーク重量級の割にこのショートのパンチも結構強いんですよ、はい、まあ、そこを避けたいですよね、アキラは。24歳182センチが星龍之介、186センチ32歳がアキラジュニア。左ここで前蹴りとかね、アキラはここで前蹴りとか打つと、そうそうそう、前蹴り来ましたね、左、うまく距離を測ってきます。いや、はい、ああいう前蹴りってダメージないんですけど、精神的に相手はすごい嫌なんですよ。相手が行きたいと思ってる時にこの、はい、行かせてくれない、この前蹴りで止められちゃうと嫌なんですね。ここまでは星らしくテクニックでうまく攻め立ててきています。でも2ラウンド目アキラいいですよ。いいですか、はい、あの星の猛攻、猛攻って猛攻させてないですよね、はい、猛攻になる前に止めてる、右の拳は持っていますアキラジュニアです。うまく左ハイを使いながら入ってくるというのが星龍之介。アキラジュニアの印象は酒井さんいかがですか。アキラジュニアやっぱりよく見てますよ。2ラウンドになってから動き良くなってますよね、はい、1ラウンド終盤もらってたんですけどもう回復して、あ、でもやっぱり一歩切ります。左投げさせた、星も入ってきます。お互い左のストレート入りますね、インドーワン・ツー、左刺した、来た、右ストレートになってきた、アキラジュニアの応戦、残り40秒です。クルーザー級の世界観、一発当たれば終わり、新鋭星龍之介を迎えるというアキラジュニアです。K1 ではまだフルラウンドの経験がないというのがアキラジュニアです。打ち勝つ、挑戦する気持ちを持つ、この2つの言葉を口にしました。イメさん、いや、はい、投げにつなげる、あと10秒、右のコンビネーション、投げているアキラジュニアが下がる、止めるか、星龍之介、4連勝へ向けて畳みかけていく、ここで第2ラウンド終了のゴングでした。いや、星龍之介はうまくペースを佐藤さん掴みましたね。星の左のストレートがいいですね、左、はい、中盤までは2ラウンド中盤まではアキラがうまく抑えてたんですけど、はい、1分切ってから一気に星がまた圧力強めてきましたね。ケイズフェスタ6第2部オープニングマッチ、オーソドックスの相手の打つ左ストレートっていうのは右ストレートに比べて弱いんですけど普通は、はい、星の場合はなんか左をしっかり伸ばして打ってるから、この左でも硬そうなんですよね。硬い、はい、この左ね、想像以上に効いてるわけですね。効いてますね、ジャブというよりもう左ストレートですね。左ストレート、はい、いや、金さん、はい、ショートでも短めのパンチでも倒れる雰囲気ありますね。そうですね、だから本当にあと後半やっぱりその、ね、星選手の左が本当に入ってていつ倒れてもおかしくないような、はい、注目してみたいと思います。星はスタミナ十分です。一つ声を上げました。
今の自分にとって一番の強敵が目の前に現れたと話すのは星龍之介。そしてこの K-1 の世界で初めて3ラウンド目を迎えるのがアキラジュニアです。リング中央左ジャブ、後半は星龍之介が前に出る形でした。右ローうまくジャブを使いながら距離を測っていくのはアキラジュニア。右ミドルハーフを狙っていくかアキラジュニアです。さあ佐藤さん、ここの第3ラウンドの両者の考え方ですが、いかがですか。おそらくさっきのラウンドを見てても星はラウンドの後半にかけて圧力を強めていくような作戦に見受けられるので、だったらもうアキラはもうこの前半にいかにこう主導権を握っちゃうかですよね、スタミナ使うけど、まあ、別にもうねスタミナもゼロにした状態で試合終わればいいわけですから。そうですね、はい、左入った、右入った、左入った、はい、わあ！星龍之介、アキラジュニアからダウンを奪い取りました。血が流れる。なんとか立ち上がった。まだ2分間ありました。ここで終わりました。4戦全勝。ファームドリーム星龍之介ここにあり。クルーザーの中心へ。連勝街道継続、これで4連勝、見事アキラジュニアを下してみせました。いやー、坂井さん、最後は右の拳でした。いや、素晴らしい倒し方、やっぱパワーオブドリームの選手らしくパンチまとめるのがすごく上手ですよね。巧みですね、はい、クルーザー級とは思えない、もう将来楽しみです、佐藤さん、最後のフィニッシュブローですがいかがですか。そうですね、最後のフィニッシュもそうなんですけど、それまでの左のパンチがもう1ラウンド目からずっと当たってたじゃないですか、あれの蓄積もあったと思いますよ。先ほど酒井さんからもありますけど、佐藤さん、何かこう重量級ではないようなテクニック、雰囲気ありましたよね。そうですね、重量級ではないテクニックプラス、なんかこの蓄積されていくなんか硬い攻撃に、感じますね。硬い攻撃ですね。なんか普通の選手とは違うなんかダメージの蓄積の仕方をしていくような気がします、第3ラウンド1分8秒アキラジュニアをリングに沈めた星龍之介です。さあ古田さん、はい、目の前で見える重量級の世界ですが、最後の右拳いかがでした。いや、どちらも本当に素晴らしかったんですけど、星さんのパンチが本当にすごいなと思いまして、なんか K-1 見てるなっていう感じでした。なるほど、これぞ K-1 という感じですよね、興奮しました。いや、佐藤さん、星龍之介ですが、24歳、将来性感じる逸材ですね。ね、リングサイドに座っているチャンピオンはどういう心境なのかって感じですよね。もう早い段階で見られるんじゃないですかね。まあ、この後はラテスクが登場、あのサッタリを破った選手が出てきます。まあ、佐藤さん、海外勢がね、躍動する階級になっていきますからね。そうですね、その中にあえてこう挑戦しに行く姿もね、美しいですから。さあ、それでは星龍之介のマイクです。パワードリームの星龍之介です、今日は応援ありがとうございました、対戦してくださったアキラジュニア選手、すごい強くて、やる前自分ももう倒すか倒されるかの試合になると思っていたので、こういう結果で倒せて、ケイズフェスタで倒せたことは本当に嬉しく思います。でまだ、自分のこと知らない、K-1 ファンの方々みんないっぱいいると思います。これから、重量級、この K-1 をもっとこういう面白い試合で、盛り上げられるように頑張りますので、今日、パワーオブドリームの星龍之介覚えて帰っていってください。ありがとうございました。それではサングラスの奥の表情が非常に気になるチャンピオンカリミアンが見つめる中のマイクです。これで4戦4勝 4KO という結果にあった星龍之介です。まさにクルーザー級のホープ、パワーオブドリーム所属注目の逸材が見事アキラジュニアを破ってみせました。さあ、この後は谷川とそしてステファン・ラテスクが登場しますが、佐藤さん、楽しみですね。楽しみですね、そこに星も入ってくる形ですからね、
確実にファンの皆さんの心に星龍之介という文字は刻まれたはずです。僕が初めて星選手の名前を知ったのは熊田陽子さんが、はい、注目してて、そうでしたね、それ知ったんですよね、まさに注目の逸材は2023年この K1 のリングを盛り上げてくれそうです。星龍之介見事ノックアウト勝利でした。